この問題は歴日に関する問題です。この図を見てください。抵抗8オームと、あるコンデンサ、これに 50Hz の、電圧を加えたところ、力率が 0.8 であったっていうわけです。次にこの電源の周波数を、50から25にしたとき、この力率はいくらになるでしょうか。これがこの問題の求めるものになります。それではちょっとやってみましょう。まずここのこれで考えてみましょう。はい、こちらの図で考えてみると、はい、8オーム、いいですね、8オームがあります。そしてあるリアクタンス XC、 はい、マイナス J だから下向きになります。こういうふうになり、ここのところ、これがシータになります。いいですね。はい、コサインシータ、イコール 0.8 ですから、これは、はい、10分の8ですね。10分の8です。すなわち、コサインシータは斜線分の底辺、すなわち斜線分の底辺を、ここは10ではないかと、これがわかります。いいですね。そうすると XC はこれはイコール、はい、もう、6とすぐに分かりますけれども、一応ここではピタゴラスの定理でやっておきましょうか。はい、10の事情マイナス8の事情、いいですね。そうするとこれは6になります。はい、6、8、10の関係、これはよく覚えておきましょうね。はい、それからここの XC ですけども、はい、XC は C はイコールこのように置けます。 2π、 はい、F は、はい、F は 50Hz、 はい、静電容量は C だから C 分の、1オームになります。いいですね。はい、それでは 25Hz にしたこちらの XC' はいくらになるでしょうか。 XC ダッシュはイコール同様に 2π かける25かける C 分の1、いいですね。このように置くことができます。したがってこの2つから XC 分の XC'2π かける、25か
かける4分の125あ、2π ×50 ×4 分の1いいですね。イコール、はい、25分のこういうところこう消えてしまいますからね。はい、そうすると分子の分母は分母にきます。はい、25、はい、分母の分母は分子にいきます。50イコール2となります。いいですね。したがってここでXC' はイコール 2XC。 はい、 XC は6ですから 2×6 イコール 12オームとなります。いいですね。はい、したがってこれの力率は、はい、これのベクトルを書きますよ、ここに。いいですか。はい、8オーム、8オーム、はい、それから12オーム、はい、そして こうなるわけですね。で、ここが、はい、シータのダッシュとしましょう。まあ、一応原点を O としておきます。そうするとここの長さはいくらかというと、はい、ルート、はい、8の2乗プラス12の2乗イコール208となります。したがって、これは、はい、平方根を取りますと 14.42、14.42 ですね。オームとなります。したがって、この時の力率コサイン、はい、シーターダッシュはイコール、はい、14.42 分の8となります。0.555 いいですね。
このようになります。したがって回答はこの数値に最も近いものを選べばいいわけです。いいですか。はい、以上がこの問題の回答になります。やはりここで大切なところはどこかと言いますと、まず力率の定義を知ること。直列回路の場合はこのように表される。いいですね。それからコンデンサーの、リアクタンスの式、この式を